こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回予約完了ということで、ゴールデンウィーク中はノーマルの回転寿司パーティーですね、普通のパーティーで、1件行きますんで、緊急事態宣言ね、埼玉県の、そこの対象外のところでやりますんで、そこは、誤解なきようにしてください。そして、ゴールデンウィーク終わった後に、金額ちょっとね、高めのね、諭吉 1.5 枚以上する、ところですね、婚活バスツアーの方を予約しました。何を予約したかというと、この2つですね。で、一番大きなメインとしては、婚活バスツアーね、これ前から行きたいなと思ってたんでね、前ね、1回行ったけど、1回はあれは埼玉県の H 市行って、K 市から H 市のところだけ移動して、その間のとこだけしか行ってないんで、バス旅行というよりは本当に移動しただけという形なんで、今回は埼玉県から関東から出ます。で、そこで婚活をやります。そこのね、好きなもの食べれるらしいんだけど、いろんなねコースがあるんですよ。で、日にちもばらけてて、年齢もいろんなね年齢があったりするんで、連休以外のとこね、連休中行っちゃったらね、バスはやばいと思うんで、でもどっちみち、人数制限されてますんでね、で、換気とかもしてるんで、感染症対策もされてるということなので、マックスでね、男女12対12ぐらいかな、観光バスよ、ちゃんと観光バスとか、ね、広いやつね。で、これもね、多分ね、その最後のね、最大のフリータイムというのがあって、そこで仲良くなれなかったら、多分本当に最悪なバスの帰り道になるのかな。前回もそういうの食らったでしょ、食らったけども、もっとやべえかなっていう、時間かかるんでね、多分ね2時間ぐらい片道はかかるからね、もう寝るしかないよね、そうなったらね、やばかったら、負けちゃったらね。で、前にね、ハイキング婚活で知り合ったあの男性の方ね、お友達になりましたけど、その方とバスツアーは一緒に行きます。回転寿司婚活の方はね、それは行かないです、彼は行かないですから。なんかね、シフトの休みなので、全くぴったりこう休みがバッチリ合うってわけでもなく、土日のどっちかは必ず休んでるみたいなところもあるんで、今回ね、そこで日曜日に休みがね同じのがあって、バス婚活は彼も行きたいということだったので、万が一ね、女性陣がやばくても、内容はねいいんですよ。普通の旅のねバス旅行みたいなの感じのところもあるんで、そこがだから、そこ楽しもうかなというところですね。婚活一色ではない、そして旅行ってそこのねところで、写真撮ったりとか、こう食べ物がねいいのがあったりとかっていうのがあるんで、またこれ詳しくね話しますんで、おすすめのバス婚活ツアーはこれだみたいな形でね、紹介できたらなっていうところで、あともう一回ぐらい違うところ、地域のところで行ければ行きたいなと思ってます。これ夏ぐらいには行きたいかなっていう。早々とね、誰かしらとちょっとこのね本交際とかまたねやっていって、彼氏彼女の関係になれる相手をまた探さないとなというところで、K さんとは相変わらず仲良くやってます。彼女すごいですからね、LINE の返信速度が相変わらず落ちてません。返すと速攻で帰ってきますんで、俺が止めてる状態ですね。寝る頃の間際に1回入れて、起きてると帰ってくるんだけど、寝てると朝にまた帰ってくるというねことがあるんで、もう途切れさせないとちょっとね、もうネタがないんですわ。それのね、こっちが書いたことに対して相手がね、なんか返ってくるのよ。で、それがね、ちょっとね、きついんですわ、みたいな。嬉しいんだけど、返すのがちょっとめんどくせえなっていうところもあって、誰とね、また本校生になるか分かりませんけれども、一応予約完了、まだ今日の時点では振り込んでないんだけど、その高い金をね振り込んでこようかなというところで、普通にだから旅行行くと考えたら安いんですけどね、
まあ、そこへ婚活がプラスされてるみたいな、ところもありますので、まあ、どうなっていくかね、あの楽しみにしていただけたらというふうに、ね、思いますので、まあ、相変わらずね長く、まあ、婚活系やっちゃってますんで、ネタをね、このネタも飽きたよって方がだいぶ増えてきました。一応独身男のブログ動画ということなんですが、全然遊び行ってない状況になってますよね今。だから遊びの動画をちゃんと出したいなと。で今ね、あの友達がスノーボードの動画やってまして、でまだねゴールデンウィーク過ぎても営業してるんで、もうやっぱりね、その一本でやっていくっていうのが良かったよね。だから彼はあのスノーボードの動画ずっとやってるわけですよ。で俺もともとはだから釣りと車中泊の動画だったんで、それだけをやって婚活ネタやめればよかったんだけど、一回ほらその簡単に婚活ネタってポットでの人が一番注目されるんですよ。俺もポットでの時にすごい注目されて、でまあ大体賞味期限は1年ぐらいかなとは考えてたんですけども、まあ運よく自分の方は2年ぐらい持ちまして、今2年半もう経ったかな、で婚活ネタやってからは3年目になっちゃうのかな。だからまあちょっと今ね飽きられてきてるというところがありますんで、まあちょっとね、元に軌道修正しなきゃいけないので、まあ、最後までね、もういいんですよ。もう何千、何万、何千再生とか言ってたんですけども、まあ、ここに来てね、あの、やっとちゃんと見てくれる人、まあ、ね、バカなアンチもいますけど、相変わらずね、二十何人いるのか、30人近くいるのか、あ、まあ、こいつらもね、まあ、所詮は養分なので、見てくれないよりかは見てくれてるということで、ありがたいなというふうにね、感じてはいます。でだから要はちゃんと見てくれてる人ね、良くも悪くも見てくれてる人が今ちょっと残ってるなというところで、まあ、ここからうまくねこの方たちを楽しませるような、ね、ものを作っていって、またもう一回ね、浮上できたらなというふうには、ね、考えてますんで、まあ、あくまで俺のストレス発散のこれ動画になってますんで、まあ、毎日ねあのこういうふうに撮影するのも楽しみだし、編集するのも楽しみなんで、まあ、趣味の一環でやり続けているという形になります。まあ、たとえね、見てくれる人が、ね、1人なろうが0人なろうが俺はね、やってきますって、絶対に動画やめませんので、残念ながら ね、あまり快く思ってない方には残念ながら、しぶとくやっていきますんで、まあ、だって俺の楽しみだからねこれね。まあまあそんなこんなでですね、ちょっと余談になりましたけれども、一応婚活のこの婚活バスツアーを予約しましたよということですね。で今度ね、ぶら下がって鍛える機会とか、もう来ますんでね、もう発送されましたっていうのはね、メールで、ね、来てるんで、佐賀急便で届きますんで、楽しみにしております。でその辺もレビューね、動画にして皆さんにね、使い方とかね、ちょっとこう見せていこうかなというふうに思っております。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあね。